やりましょう。わかりました。はい。ということでですね、ちょっと今度、私のところに入ってきたお便りが、タートルカンパニーの皆様、おはようございます。ちょっとした報告があります。はい、先日、つむぎセレクトで、近光さんのロザリオを7色買い、身につけて深夜に寝ました。で、このね、つむぎセレクトって何？はい、つむぎセレクトっていうのが、まずね、タートルカンパニーで完売してしまったロザリオは、つむぎセレクトの方で注文することができます。え、それ何ですか？ということを。つむぎセレクトで初めて聞いたの？初めて聞きましたか？近光さんが、こちらの方で、タートルカンパニーで完売したロザリオを売ってくださいと頼んだのか、売らせてくださいって言ったか、ちょっとわからないんですけれども。そういうお店があるの、そうなんです。インターネットで注文することができまして、で、私もちょっと完売したロザリオのお申し込みが来たら、つむぎセレクトさんの方をご紹介しています。こちらで買えますよと。でね、今回ね、そういうの忘れました。赤いロザリオ、レッドスターがね、完売してしまいまして。うわ、再販しないんでしょ？はい、なくなったら終わりです。なので、そういうやつが、つむぎセレクトさんの方で今度、販売始まりますので。ずるいな、それ。販売したけど、ここでは売ってるよとかね。はい、でも、まあ、タートルカンパニーの方でもね、在庫をたくさん抱えてしまうわけにいかないので、もうそのままそうですね。そのままね、完売したら、もうこちらの方にお任せしますということで。はい。なるほどね。なのでね、だから、つむぎセレクトさんで、こちらの方はね、もう、完売しちゃったロザリオを7色買ったということですね。あ、そうか。はい。で、身につけて深夜に寝ました。するとその日は、猫のレオちゃんが私のそばにあまり来なくなってしまいました。レオちゃんはいつもしつこいほど私にべったりで、寝るときはいつも一緒。座っていても何が何でも私の上に乗らなきゃ気が済まない。甘えん坊です。猫ちゃんは全部で4匹いますが、他の子たちは変化なし。でも、レオちゃんはちょっと変わった子で、何もない空間を目で追ったり、他の猫も一緒でしたが、レオちゃんだけです。虫とか絶対いませんでした。ちょっと勘の鋭い子なのかもしれません。今までは私のことを守っていたつもりだったのでしょうか。今は普通に近くにいます。以上、ちょっと不思議な出来事でした。ということで。結局寄ってこなかったらまた寄ってきたって感じ？はい、いや、今は、そうですね。だから一時的にこのロザリオがなんか発してたんですかね。ですかね。はい。はい。ロザリオがなんかフォースを、ね、7色。うん。なかなかすごいフォースになってたかもしれませんね。うん、はい。ということでね、動物はすごい感じやすいですよね。うん。何かがね、見えてたりもするんでしょうかね。うん。そう、私も昔プレーリードッグ飼ってた時、私の後ろの何かを見てすごく怯えてた時があって、もちろん何にもいませんよ、私の後ろには。いや、うん、パンツが見えてると思う。ちょっと待ってください。思ってたかもしれない。何ですかね。お尻うんこがついてるとか。やめてくださいよ。そう、意外とプレーリードッグは繊細なんですよ。プレーリードッグはね、頭がいい動物ですよ。はい。で、何変なこと。うんこついてるよ、うんこ。やめてください。そういうふうに言ってたかもしれない。ついてませんよ。全く、なんでそうやって下ネタに誘うんですかね。いや、好きだから、下ネタ。私じゃないです。ひどいな。下ネタ大好きで。はい、下ネタ大好きで。ありません。なんでそうやって人になすりつけるんですかね、と。はい、ということで、ロザリオは、また不思議なものです。あ、だから、概要欄にね、一応、つむぎセレクトさんの、ね、申し込み先の URL 載せときましょうかね。つむぎセレクトずるいなぁ。うちらの拡散力の方が強いから、はい、つむぎセレクトだけで拡散しても広がらないけど、うちらで拡散したら広がるじゃん。はい、まあでもね、うちのね、ロザリオが完売したら、つむぎさんの方に移っていくという感じなので。いや、用意周到に向こうにもたっぷりあるのかな。あるんじゃないの。たっぷりあるのかな。まあでも、タートルカンパニーでずっと売り続けてるのもね、あれですので、いいんですよ。ね。そういうのでね。はい。ということで、こちらのお便りが、東京都小平市の SF さんからのお便りでした。ありがとうございました。
なんかちょっと下世ない感じ。下世なかった。いや、もともとね、はい、あのうちの会社辞めた、いや、悪口言い放ってる某君が、はい、言ってて、はい、あの、この、四隅の結界のやつは売れなかったじゃないですか。四隅の結界、あの結界張ってるよ。はい。あの、坊君が何か言いふらしてたんですか？インチキ商売だとか言って。はい。ああ。それでもうできなかったんで。うん、いや、あれはでも、うん、あの、そうですか？最初うちで販売することになったんで。あ、そうだったんですね。でそれが、あの、うん、なんかインチキ、インチキとか始まっちゃって。は、う、い、ん。なんか子供がね。はい。小僧が。もう先生、それね、ちょっと気が弱すぎ。いや、それで、うんねうん、まあ、それだとちょっと販売見合わせようかって言ったら、はい、今度はあっちで、徳島で販売するようになって。うん、はい。なんだいって感じだよね。もう気にしないでいいんですよ。販売してればいいんですよね。そうですね。そうですよ。もう気にすることは。いや、もう、うん、そしたらもう、近道さんが、はい。気がかかって地元で通販するようになって。はい。ねえ、なんかずるいな、ネームバリューだけ使ってね。って思うんですよ、俺、つむぎさんがどう、真面目にやってる企業だと思いますけど。うん、はい。いや、だからなんか、うん。あの、もう言いたい人には言わせておけばいいんですよ。私たちは真面目にやっております。そうですよね。ね、まあ。多分ね、あの、一番最初にお申し込みされる方はね、怖いと思うんですよ。この会社本当に信じられるのって、お金だけ入金して全然ね、物を送ってこないんじゃないのとか、ちょっと心配かもしれませんけれども、うんうん、ね、あの、何度も、あの、お買い上げいただいている方にはもう多分、信用されてるかなと。そうね。思いますので、うん。はい。ということで、次のお便り。うちも新しい商品考えないとね。新しい商品ですね。アリさんグッズね。はい、アリさんグッズがいいですか？だって、ゆりはなさんグッズね。ゆりはなさんは、わ、はい、うん、かりませんって言ってるね。ゆりはなさんもでも、乗り気になるかもしれませんよ。ね。どんなグッズがあるかね。そうだね。はい。なんかグッズ考えてもらいたいな。グッズね。はい。はい、はい。ということでね、次のお便りがですね、うん、はい、山口先生にお礼とご報告、うん。山口先生スタッフの皆様、毎度お世話になります。東京在住のシュウです、うん。大変ご無沙汰しております、うん。はい。ちょうど2年前になりますが、何度もアトラスラジオで体験談を採用いただきまして、うん、その説はありがとうございました、はいはい。今回は山口先生にお礼とご報告のためメールさせていただいております。あ、何ですか？はい。ご無沙汰していた理由は、実は2年前の10月、左目に網膜剥離を患いまして、入退院を繰り返していたためなのですが、あまりにも再発に次ぐ再発が続き、失明したらどうしよう、自分の人生はどうなるんだろう、などと心配ばかりしていて、去年の初め頃は精神的にも厳しい日々を送っていました。そうだったんだ。はい。ただ、そんな心配をしても子供や妻もいるわけで、自分の人生もまだまだ続くわけで、少々大げさかもしれませんが、これまで以上に自分の命とも向き合ったこともあり、仮に失明してもこのまま人生を終えたくない、と強く思うようになり、2年前に自身で YouTube チャンネルを開設するに至りました。大切ですよ。はい。生きるっていう気持ち？はい。それをもっと爆発させていかないと。はい。で、あと、まあ、20年か30年生きるかもしれないけど、はい。その間、全速力で走って、はい。はい、走り切って、もう俺はやり切ったと思った時点で、うん。みんな霊界に行きましょう。はい。あ、いいですね。はい。ということでね、このタイトル、あ、タイトルっていうかね、YouTube チャンネルがね、前向き研究所。ということでね、前向き研究所。はい。あ、見た。見ました？昨日見た。はい。YouTube。はい。YouTube 出てあげてもいいよ、ゲストで。あ、そうですか。ということでね、こちら、シュウさん、先生がそのように申しておりますのでね。はい、うん、YouTube で出てもいいし、はい。ね、うん、シュウさんがうちの番組にね、はい、もう一回出てもらってもいいし、うん。なるほど、それでもいいということです ね。はい、実は、この決断をした時に心の中で強く背中を押してくれたのが、山口先生が以前一人語りの中でおっしゃっていた、アトラスラジオは僕の遺言なんです、という言葉でした。うん、この言葉に励まされ、生きる力をもらい、私も生きた証を残したい、と決心することができました。本当にありがとうございました。そう、人間以上は、証を、生きた証が残らない。生きた証ね。はい。
感謝しても感謝しきれず、言葉では足りないことがもどかしく思います、うん、私の YouTube チャンネルは人生を前向きに生きるためのヒントを提供すること、そして世界のからくりに気づいた人がつながって助け合っていくことをスローガンに掲げています。また私自身がもともと霊感体質ということもあり、霊体として見聞きした真実を配信することも行っています、うん、内容が内容だけになかなか YouTube 的に認知はされませんが、チャンネル登録者が200人を超えたら山口先生にご報告しようと思っていた数字を超えましたので、うん、今回メールにてご報告をさせていただいた次第です、うん、左目は結果的に失明してしまいましたが、今ではそんなことがどうでもよいと思えるくらい、毎日を有意義に過ごすことができています。ね、こういうね、はい、始めたばっかのチャンネルでもね、はい、あの1ヶ月10人とか20人増えてくるのに、はい、俺の時はゼロっておかしいよね。おかしいですね。おかしいですね。チャンネル登録者数ね、1ヶ月でゼロ。絶対ないと思う。はい。絶対あの数字おかしい。おかしい。なんか壊れてる壊れてるんじゃなくて、意図的にと。あんまり思いたくはないんだけど、ね。ちょっと、不思議ですね。はい、うん、左目は結果的に、あ、ちょっと待ってください。こっちは見ましたね。これも山口先生に背中で教えていただいたおかげです。うん、重ね重ねありがとうございました。前片目は見えなくなっちゃった、ね。片目は失明してしまったんですがね、うん、ちょっとね、もう一つの目をちょっとお大事にして、ぜひ、ね、元気に生きていってほしいかと。いや、片目だけしか見えなくなったら、はい。違うものが見えてくるんじゃない？違うものが見える。むしろ片目で見た方が、はい。義母さんなんか見えなかった方の目が、はい。もう目で本当の霊的なものを見てたっていうかな。はい。霊感が磨かれるかもしれないね。ああ、そういうこともあるんですね。そうだよ。で、子供がいたら、うん、はい。子供に託すっていうところもあるし、はい。で、子供に生き様を見せるっていうところも必要だよ。はい。いや、だからね、はい。負けちゃいけないよ。うん、負けちゃいけないね。はい。視力がなくなったって悲しいけど、はい。でもね、見えない目で見るっていうのは、はい。アーリンさんも片方の目ほとんど見えないよね。うん、ああ、そうなんですか。そんな見えない方の目で見てるよ。真実を見る目っていうのは、はい、むしろ見えない目の方が、はい、なんか本当に怪しいものを見るね。へー、うん、はい、ということでですね、毎日お忙しいとは存じますが、ぜひ一度私の YouTube チャンネル前向き研究所にお立ち寄りいただけると嬉しく思います。だから昨日メール見て、うん、はい、行きましたよ。ちょっと見ましたね、うん、うん、なんかコメントかなんか残して差し上げましたか？あ、そう、そこまで聞かれて。コメントで、先生、あれだ、口述だからまた変な変換しちゃうんだ、感じが。謎のメッセージ。謎のメッセージになっちゃう。ね、みんな、書いてもらった方が悩む。なんかこれ、深い意味があるのか。そうそうそう。そう、深い意味があるのかとか、先生を怒らせてしまったとか、なんか悩んじゃう人とか、いろいろいらっしゃるけどね、全然大丈夫。単なるご変換ですか？そうです、大丈夫ですね。うん、はい、ということで、なんかね、まあ、ね、以前、アトラスラジオを聞いている方の YouTube チャンネルとか、あと、うん、ブログとかを紹介しましょうとかって言った時があったので、ね、またやりますよ、そしたら。なので、アトラスラジオを聞いている方で、自分の YouTube とか、あとブログとかをね、皆様にも紹介したいという方がいましたら、URL とか送ってきてくださいね。そうですね。これ、うん、どうしよう。先生の、徳島5566でいいかな？送る。いいですね、うん、はい、ということでね、徳島5566の方にね、自分の YouTube チャンネルとかを宣伝してほしいということで送ってください。はい。はい。ということでですね、シュウさんどうもありがとうございました。うん、ね。はい、次がですね、山口敏太郎先生、皆様お久しぶりです。うん、広島の小助です。はい、小助さん、うん、ね。最近はオカルト体験からめっきり縁がなくなり、もっぱら視聴専門になっているこの頃ですが、うん、どう考えても不可解な電話が2件かかってきたので、メールをさせていただくことにしました。単なる間違い電話にしては、腑に落ちないんです、うん。こんなのはオカルトでも何でもない、気にしすぎ、と言われるかもしれません。うん、小助の近所には、小助と同姓同名で同年代らしき人がいらっしゃるようで、生活圏が被っているらしく、たまにびっくりすることがあります。う
いや、同姓同名の人がいるとね、いろいろと。日本で一番多い同姓同名って何か知ってます、ね、田中さんとか佐藤さんとか何佐藤さんです。佐藤さんですか。佐藤さんで、佐藤恵子っていうのが、日本で3万人ぐらいいる、うん。そうなんですね。いや、だから、ね、はい、ややこしいって話、ね、ややこしいですね。いそうですもんね。そうです。いそうですよね。同級生で、うん、はい、いそうですよね。うん、へえ。はい、ということで、ね、同姓同名の方がいると。うん、はい。クリニックに同じ時間帯に行って呼び出されたり、ショッピングモールのインフォメーションから呼び出せの放送をされたり、うん、選挙の投票に同じような時間帯に出向いて本人確認を念入りにされたりします、うん、別にお近づきというわけではなく、お互いになんだか気持ち悪いなという感じで顔を見合わせるだけなんですが、向こうの人とも合ってる、もう合ってるんですね。だから同じような時間帯で生活をね、あの時間帯とか生活圏で、向こうは向こうで偽物と思ってるの、うん、そうそうそう、向こうは向こうでうざいとか思ってたりするんです、ね、ちょっとびっくりしますね。同じ時間帯にクリニックとかでね、はい、似てる人いるんだよね、いるんですよね。大学時代ね、あの畑野っていう友達いたんですよ、はい、仲良しだったんですけど、はい、でプロレス研究会で遊んだ後、はい、ブラブラしてたら、うん、また畑野がいるんですよ。はい。お、畑野お前今度の授業こうなってるぞとか言ったら、はい。なんか不思議そうな顔してる。違うお前、これこれ、中止だよ、これ。はい。今から言っても無駄だよ、とか言って。うん。そら、うん、とか言って。それどうも、全く違う人物。はい。でも顔は全く同じ。顔がそっくり。ね、でもね、よく見たらさっき2時間前に会ったと、うん、服装が違うんですよ。あ、違う。あ、ごめんなさい、間違えましたって。でもね、あんな似てる人は見たことなかったね。はい。いますね、似てる人ってね、はい、いますね、いますね、はい。ということでね、じゃあこのね、小助さんの同姓同名の方はね、こう外見とかは小助さんと似てるかどうかもね、うん、で似てたらますますややこしいことになっちゃいますけどね、はい、そうですね、はい、まあそれはそれとして、小助の生活圏外に白島という町がありまして、うん、白い島と書いてね、白島という町がありまして、うん、小助は一度もその町の駅やバス停で下車をしたことがありません、うん、白島駅は広島駅の隣の駅でちょっと栄えた町ではありますが、うん、小助は通過するのみで、とにかく生活圏ではないんです。お、先日その白島にあるデンタルクリニックから電話があり、予約がキャンセルになって空きができたので LINE されませんかと言われました。行ったこともない町の聞いたこともないデンタルクリニックからの電話でもあるし、そもそも予約に空きができたからと言って LINE を誘うというのもおかしな話だなぁと首をかしげながら、うちへお電話されるのは何かのお間違いではありませんかと言うと、釈然としない口ぶりで、小助さんのお電話で間違いありませんよね、予約にキャンセルが出るのは稀ですし、お越しになりませんかと畳み込むように言われました。いえ、私はそちらのデンタルクリニックには行ったことがありませんし、かかりつけのデンタルクリニックがありますので、予約に空きがあったとしても、そちらには行きません。と断ったのですが、まるっきり不審がられるばかりで、誘っているのに来ないなんて信じられないという口ぶりをされるのを無視して電話を切り、そのデンタルクリニックを検索してみると、大通りに面したモダンな作りの新しめの雰囲気のデンタルクリニックでした。急に電話をかけてきて、小助をどうするつもりだったのか、なぜ小助の名前と電話番号を知っていたのか、不思議でなりません。小助はどうするつもりだったんですか、ね、歯の治療をするつもりだったんですよ。歯の治療がしたい。いや別にやらしいことをするってわけじゃないです。すぐそういうふうに考えちゃう。っていうか本当に不思議ですよね。小助さんの電話番号を知っていることが。誰かが小助さんの名前と電話番号を使ってたんです、うん、それもちょっと、ね、だって歯医者さんですよ。そんなことをする。するなんかね、利益とかありますか。不思議だな、まあ、保険証出した時点もありますからね。そうですね、うん、そうそうそう、保険証ね、名前が一緒だったとしても、うん、はい、
住所が合わないところで、はい、バレちゃうかな、バレちゃう、うわ不思議なお話ですね、うん、はい、まさか生活圏が被っている小助と同姓同名の人物のかかりつけのデンタルクリニックだったんでしょうか。もういっそそのそっくりな人と、うん、はい、友達になっちゃってどうですか。友達になっちゃう。で、あの、はい、なんか このここに行ったとか、このね、配信行ったとか言って、はい、言えばいいじゃないですか。そうですね、それ、そういう手もありますね、うん、はい、それとも平行世界の絡みでしょうか。それもありますね。もう一人の狭間俊之がいるからね。あ、そうなんですか。いるんですか。いや、知らないね。知らなかった。知らないですよ。IT、はい、IT の経営者で狭間俊之って。同姓同名ですか。俺電話したもん。はい。同姓同名。同姓同名。漢字も全く一緒。うん、はい、で、狭間さん、狭間社長いますか。はい。あの、どちら様ですか。狭間です。うん、まあ、そういうのありますね。親戚かなんかと思ったらしく伝えてくれて、はい、あの、はい、まあ、よく知ってますって。はい、あなた、ビンタロウさんですねってよく言われることが、あ、逆に向こうもあるんですよ。逆にね、まあ、俺は有名人だから。はい、向こうが、オカルトの作家やってるんですね、うん、って。はい。いやいや、僕は IT 企業だけですよ。すごい迷惑ですね、その方。迷惑じゃないですよ。迷惑がってますよ。迷惑じゃないですよ。喜んでますよ。そうですか、うん、はい。だからね、一、ね、回会いに行こうかなと思ってたんだけど。いいですね、それもね。ねうん、でも、会っても同じ名前だっていうだけだもんね。まあ確かにね、同姓同名だけど、うん、まあ、あの、両方とも代表者じゃないですか。まあそうね。ね、代表者としてね、お話の。スポンサーになってくれないかな。おねだり、うん、ね、おねだり、同じ名前のし、同じ名前でね、うん、ね、そうですね。IT 企業ってなんかね、すごい羽振りが良かったりして、そうね、と思っちゃいますけどね。うん、はい、ね、次、数日後、地元の銀行の、白島支店から電話がかかってきました。小助さんのお電話でしょうか。と相手が言ったところで、うっかり操作ミスをしてしまい、電話が切れてしまいました。小助はその銀行とは取引がないので、そもそも電話がかかってくるということはありえないのですが、うん、なんだか気持ちが悪いのでリダイヤルをしてみました、うん、すると小助さんにお電話を差し上げた人物がこちらにはいませんと言われてしまいました。いや気持ちが悪いです。ただの偶然、何でもオカルトに結びつけるのは良くないと自分自身に言い聞かせているのですが、世の中は奇妙な方向に向かっていると感じるのも思い違いでしょうか。いや、そんなことないと思います、うん、はい、やっぱりなんか妙ですね、うん、妙なことがね、この電話番号、うん、間違いなく銀行と歯医者では使ってますよ、はい、はい、その友達みたいな、お友達みたいな人、誰かが小助さんになりすましてる。でも銀行も身分証明書ないと作れないでしょ、うん、はい、そうですよ、あのそうですよ、口座とかはそういうね、いろいろとないと作れないんですよ、うん、だから何すましてるっていうのも変だからね、変ですよね、うん、すごくね不思議なお話です、これはね、うん、どういうことでしょうね。最近ね、よくね、メールとかではね、なんかうちに届く予定のない荷物だけど、うん、なんかね、お荷物をお届けに上がりましたが、不在でしたのでっていうメールとか、よくね、入ってきます。詐欺メールですね。詐欺メール、ね。詐欺メール入ってるんですよ。うん、あれね、俺はね、コアマガジンで、はい、あの、運送出身じゃん。はい。小荷物の、なんかね、運送のテクニック書いてくれって言われて、はい。書いたんですよ、一回。運送のテクニック？運送のテクニック。はい。あの、うん、小荷物を、うん、あの、誰もいない住所で、はい、通販で注文するんですよ。はい。マンションの空き部屋とか、はい。で、隣の部屋で持ってて、はい。で、ヤマト運輸とかが来るじゃないですか。はい。あの、いつも同じ時間に。はい。で、来たなと思ったら隣の部屋の前に立っといて、はい。こんな掃除してるよね。はい。あ、この部屋の人間です。あ、なんとか来ましたって、反抗して、うん、はい。で、あの、であ、入金これ後でしときますとかなんか言ってもらうんですよ。うん、はい。そう、パクれる。パクれる？パクれるんですよ。パクれる。ああ、そうなんですか。そのままパクれるんですよ。ということを先生がやっていた。やって、相手の住所を調べるときは、電話をかけて、うん、はい。すいません、なんとか運輸ですけど、はい。お届け物があって、なんとかさんですよね、って。はい。でも住所は雨で濡れて読めないんですよ、って。はい。あ、なんとかなんとかって住所言うじゃないですか。はい。それでゲットですよ。ゲット、その、ゲットしようという気持ちがよくわからないです。電話番号さえわかれば、はい、住所がわかる方法はその荷物の横取り、
いや、それは、うん、あの、襲うんです。それ、チンピラどもが、はい、それで住所を調べて、はい、あの、狙った女の子を 襲ってしまったり、うん、はい、そういう悪のテクニック。悪のテクニックを書いちゃったんですよね。はい、書いちゃった漫画の原作で。はい、それ広がっちゃって、犯罪に利用されてしまいました。とんでもないですね、ええ。それこそ山口敏太郎さんが批判されましたとかいう感じになっちゃう。違いますよ。そんなことがあるんですね。いやー、ということでね、いろいろと、ね、詐欺まがいのことも最近多いですからね。そうですね。だから、うん、あの宅配便は、はい、やっぱりよほど注意しなきゃダメですね。はい。そうですね。宅配便とかも、ね、いろいろな詐欺に引っかからないように気をつけなくてはと。うん、はい、はい、ということでね、小助さん、大変不思議なお話でした。ですね、ね、ですね、ね、なんかモヤモヤしますね、これ。はい、ということでありがとうございました。はい、はい、でここでまたコメントが来ましたね。はい、はい、たかしさん、はい、山口さんから暗号が来たら超怖え。怖い、ね、山口さんから暗号が来たら、うん、怖いよ。怖いよ。うん、あ、これね、タカチェンさん、スパチャ、うん、160円、うん、ありがとうございます、タカチェンさん。ジュースでも飲んでるね。ということですね。これきっとね、うん、あの、前回私を陥れたことへのお詫びとか言っちゃう。お詫びは難しいですよ。難しいですね。うん。うん、はい。あ、いいです。全然大丈夫。気にしてませんし。コーヒー紅茶さん、チャンネル登録ないはおかしいですね。やっぱりね、ちょっとゼロ件っていうのは、ね、いくらなんでもね。もうそういうのばっか何年も続いてるもん。うん、そうそう、何ヶ月もね、続いてるんですよ。私ね、また、ちょっと検証してみる。なんか、またお友達に新しく、チャンネル登録してねって頼んで、うん、本当にゼロ件になるか、試してみましょうかね。そうですね。だからおかしいんですよ、うん、本当に。で、本当はその友達が裏切って登録してなかったりしてねっていう。ね、でもね、実際、うん、はい、ちょっとずつでもやったら増えていくじゃないですか。はい、そうですよね。それは増えていかないから、うん。はい、ちょっとね、ゼロ件というのはちょっと衝撃。ですね。結構ね、何ヶ月も続いているんですよね。うん、もう、はい、2年ぐらい続いてます、ね。2年、うん、もうそんなに続いてました、うん、はい。はい、ということで、こんな感じで終わっていきますよ。はい。じゃあ、あとアトラスニュース、こちらの。はい。ニュースを見ましょう。アトラスニュース。はい、タイトルがもう、うん、タイトルないじゃないですか。す上の方に。タイトルないでしょ、じゃないですよ。トライアングル UFO はパラレルワールドからの使者だった、はい。はい、というタイトルですね。うん、はい、1990年代頃から欧米を中心に目撃されている黒い三角形 UFO、三角形 UFO。うん、名前の通り真っ黒な三角形で、底部に明るいライトがついているという形状をしている。テープ、そこの方に明るいライトが。三角形の UFO が飛べる。はい。はい、うん。はい。その正体については、米軍が秘密裏に開発している新型戦闘機説が有力だが、海外のある UFO 研究家によれば、異次元からの生物が操縦している可能性があるという、うん、この主張はイギリスの UFO 研究家コリン・サンダース氏が述べているものである。うん、彼は航空機の設計者として長年働いてきた人物だったが、1999年に家くらいの大きさがある三角形の UFO に遭遇してから UFO 研究を行うようになった人物である。うん、彼が目撃した黒い三角形 UFO は他の UFO 目撃事例と違い、目の前で服を脱いだように透明化したという。あ、俺が見たのと全く同じ。はい。あそこで見たんですよ。船橋の、あのそこ、畑のところ。すぐそこですね。はい。畑のところで、神様と大きくしてて、はい、三角形の UFO が飛んできて、はい、下にこう、ちっちゃい三角形のやつがいっぱいあって、はい、で反転した途端に消えちゃった。消えちゃう。はい。はい。ということでですね。また、長年航空機の開発に関わってきた経験から、自分が目撃したものはたとえ秘密裏に開発されたものであったとしても、地球の技術で作られた戦闘機などではありえない、と語る。私は航空機業界で設計者として働いてきたが、このようなものを目撃したことは一度もない。と語るサンダース氏は、100件以上の UFO の目撃情報を調査してきた。しかし、証言を集めていくと、どれも違う特徴が存在したのだという。例えば、
チャールズ B という人物の目撃した黒い三角形 UFO は非常に濃い灰色で、表面は滑らかなマットな質感があり、スレートかグラファイトのような素材でできているように思えたという、うんうん、またライトのある下部には黒い溝が刻まれているのが見えたそうだ、うん、ちなみに彼は数メートルという非常に近い距離で目撃しているが、その物体は彼の頭上を静かに滑空しながら通り過ぎたそうだ。サンダース氏はこれらの証言を踏まえ、もし軍が秘密裏に新型戦闘機を開発していたとして、一つ一つ大幅にデザインを変えるのは非常に意味がない行為です。それに軍隊が新型戦闘機でわざわざ人家の屋根の上を飛び回るでしょうか。どうせなら欧州の田舎よりもエリア51でテストした方が良いでしょう、と語る。その一方で、米軍のステルス爆撃機 B2 スピリットのようないくつかの現代の軍用機が部分的にリバースエンジニアリングされたエイリアンの技術に基づいている可能性があることに触れている。サンダース氏はこれらの事実を踏まえて、黒い三角形 UFO は我々の世界と並走するパラレルワールドのようなところから飛来した物体ではないかと考えているそうだ。三角形 UFO ってね、なんかいろいろと飛んでるんですね。ブラックトライアングルね。はい、はい、あ、これね、はい、スパチャタカチェンさんが160円もう一回くださったそうです。あ、そうなんですか。はい、すごいですね、タカチェンさん。はい、ありがとうございます。はい、ですね。はい、七洋さん、TR-3B ですか？私の真上1キロ上空にいた。うん、おー、うん、ね、何か、七洋さんだな、七洋さん。あの、予言の方ですか？うん、またなんかね、予言してほしいことがあって、七洋さんの上に、うん、UFO、UFO っていうか、あれ、TR-3B って地球星 UFO？地球星と言われてますね。言われてますか。ね、うん、はい、ということで、なんか UFO を呼び寄せてしまった、うん、七洋さん。いや、地球、日本にもいっぱい飛んでますもん。あ、なんかね、私なんで見れないんだろう。私全く見たことが、空見てないんです。あ、空を見てないからか。うん、時々空見上げれば、はい、あ、そうですね、散歩でもして空を見てれば、はい、そう、なんかちょっと空を見ながら歩いて何かにぶつかっちゃったら嫌だなって。そうですね、うん、ご近所のおばさんになるでしょうね。そうでしょう、ね、最近うつろな顔で空見たら。やだな、うつろな顔とか言わないで。悩み事でもあるのかしら。そうそう、だから最近ね、やっとね、世帯主変更届やっと出したんですよ。だからね、もう周りの人とかにね、もうバレますよね、あそこご主人がどうにかなったって。どんなか亡くなったって思わなくて、何かのね、ご都合で世帯主変更したと思ってるかも。知れない。じゃあ生きてて実は離婚したとか、そういうのもあるかもしれないよ ね。でも離婚してね、家だけ残ってるっていうのもね、なんか嫌ですね。旦那が出てっちゃったみたいな感じの、あ、まあ家が残ったからいいやみたいなね。はい、という話と、あとね、たけちゃんさんから320円、うん、スパチャいただきました。はい、あ、皆様ありがとうございます。ドリンク代でよ、ね、ドリンク代ですね、うん、はい、ということで、こんな感じで終わっていきます。そうですね、はい、もうみんな質問コーナーないの？質問コーナー答えるけど、なんかありますかね。あ、もうないようです。はい、今日はね、うん、今日ちょっとリエさんがお休みで、代わりにキャスパー沢口さんがちょっと遠い席からコメントを持ってやってきてくれました、うん、はい、いや、あの黙ってる具合がいいね。黙ってる具合、沢口の黙り具合が。黙り具合？あの、本当にラジオの、うん、ディレクターとって。はい、ええー、いい感じ。あれぐらい喋らないんですよ。ディレクターが？ディレクトって何ですか？間違えただからなんかね。ディレクトって。間違えましたよ。ディレクターは、じゃあもう、縁の下の力持ち的存在で、いろいろとね、進行をしてくれる。こんな感じですね。うん、僕はね、はい、休憩の時に、はい、ラジオの後ろのブースに座って、はい、そのディレクターの動きをじっと見るっていうのが好きなんです。ですかね。
いや、見てると面白いですよ。面白いです。見ると。とか言って。これ捨てて、これ渡して。はい。そうですか。どうしたんですか？いや、あの、ディレクターさんもね、見られてると知らないけど、でも頑張っていらっしゃるんですもんね。もう見てますよ。忙しく。見てますか？見てますよ。はいはい。ディレクターって意外と女の人が多いから。うん、ああ、そうなんですね。こうやって見て。うん。先生、それね、またやらしい目で見てませんか？やらしい目で見てるでしょ。あの、いい女はあんまりいないですよ。そんなこと言っちゃダメですよ。ラジオの。あの、ケツがいい方してるなっていう女いますけど。そういう目で見てるでしょ。はい、ありがとうございます。はい、ということで、ね、コメント、ぐるんぐるんさん、最近 UFO に関して、米国がされて、はい、わかりました。はい、最近 UFO に関して米国が騒いでいますが、どう思われますか？え、何今さら騒いでるのって感じですよ。UFO？ ああ、っていうか、私、あのね、ヒラリーさんがね、あの、大統領になったらエリア51の秘密をバラしますと言っていたのがすごくなんか気になっていて。いや、バラさなかったですよ。そうですか？あの、トランプさんだったから今回明らかに認めたんであって。はい。ヒラリーさんだったら、はい、わかんないような、バラすと言いながらちょっとうまくかわしちゃう感じです。オバマもわかんない。はい、結局やっぱり、トランプさんだから、もう認めざるを得ないという感じで認めたんだと思いますよ。はい、ああ、そうですか。ね、いろいろと秘密がありますが、はい、はい、じゃあこの辺りにしましょうか。はい、はい、次回も不思議の世界であなたとお会いしましょう。山口敏太郎でした。皆さん、それじゃあ、オカルトはエンタメだ、エンターテインメントはオカルティズムだ。また次回も不思議の世界であなたとお会いしましょう。バイナラ。はい、さようなら。さようなら。